Edge とは、高某こと、飯田隆氏により、個人で開発されている Microsoft Windows 専用のグラフィックソフトウェア。インデックスカラー形式の画像編集を専用に、取り扱うピクセルエディタ形式のソフトウェアである。ソフトウェアの名称は、Enhanced.Graphics Editor の頭文字に由来。その名の通りドットへの作成、編集を主目的としている。 過去にテックウィンのデジタルアイアンマンに掲載されていたイドローの機能を参考に2000年1月30日に開発が始まり2000年11月26日にバージョン1.07が公開されたインターフェースは MDI 形式となっており一つのウィンドウで複数のファイルを編集できるほかツールバーはドッキング形式となっており縦置きや 不動表示などユーザーが必要に応じて位置などを調整できるようになっている。また、機能として、レイヤー管理、選択範囲の保存、色域指定、マスキング、フィルタなどが利用でき、ある程度複雑な作業も行いやすくなっている。フォーマットは、BMP、PNG、GIF、以降エ Edge の読み込みと書き出し、 マグ形式の読み込み、AVI 形式での書き出しに対応しているが、読み込み可能なファイルフォーマットであっても、フルカラー形式の画像には対応していない。また、スージープラグインが取り扱えるため、エッジ本体が未対応の形式でも、スージープラグインを利用すれば読み込めるようになるものがある。2005年に開発のメインは、エッジにへ移行したが、2021年6月現在、 エッジの配布は続けられている。エッジにはエッジの機能をさらに発展させたソフトウェアでシェアウェアとして配布されている。2005年4月27日に0.90ベータ版が2006年9月10日にバージョン1.00正式版が公開された。基本的な機能はエッジと同一で出力できるファイルもエッジとの互換性を持っているが インターフェースの強化などが行われており、操作性はエッジよりも向上している。ありがとうございます。